ドルマーケットはインターネット上のデジタルコンテンツ販売マーケットプレイス。DL マーケット株式会社が運営するウェブサイトであり、電子書籍や音楽、ソフトウェアなど様々なコンテンツをインターネット上で販売し、購入者はダウンロードすることで商品を受け取ることができる。2018年11月、不正アクセスにより、 クレジットカード情報の一部が流出した可能性があるとしてサービスを一時停止した。2019年3月25日、サービスの再開には相当の期間をかけシステムの抜本的な作り直しが必要であるとして再開を断念2019年6月28日にサービスを終了することを発表した。ドルマーケットで 今週発生の不正アクセス、クレジットカード情報流出の可能性。日系 XTech、https://tech.nykkeibp.co.jp/.atcl/.next/.news/.18/.03732/.2019 年3月28日閲覧。クレカ情報流出で停止中のデジタルコンテンツ販売サイト。 ドルマーケット、再開を断念。窓の森。https://forest.watch.impress.co.jp/.docs/.news/.1176537/.html2019 年3月28日閲覧。不正アクセスで、カード情報を流出した、ドルマーケット再開を断念サービス終了へ。 i t m e d i a n e w s h t t p s w w w i t m e d i a c o j p n e w s a r t i c l e s 1 9 0 3 2 7 n e w s 0 6 9 h t m l 2 0 1 9年3月28日閲覧。ありがとうございます。